こラジオ局ボリューム4始まりました。ということでね、今回はだんだんゲストの数が増えていってるんですけども、今回はもうなんと3人で来てこれ貼りました、ということでご紹介しましょう。リサイクルさんのモンキーサイクルの、はい、どうぞ1人ずつ。緊張するやん。どうも、ゆきもんきです。よろしくお願いします。ちもるもんきです。よろしくお願いします。つぐみもんきです。まさか3人で来てくれ。いやいや、その穴が来ますよ。そら、ありがとうございます。いや、こちらこそですよ。ね、T シャツも着ていただいて。ちょうど正面のお二人です。せっかく、そうそうそう、ね、いい宣伝になりますね。絶賛発売中です。あ、ね、こちらのナッシュブルでも売ってますから、ね、ぜひぜひお買い求めください。よろしくお願いします。というと私の紹介、あ、そうですね、あの司会のマイコと申します。よろしくお願いします。いつも紹介を忘れてしまっていましたが、ということでね、今日は本当に来ていただいて、ちょっとね、事前にアンケートを書いていただいてるんですけど、それをもういきなり入っていきなり結構ここで、ね、多分お話が広がるようなものを結構書いていただいてるので、ということで最初のアンケートは、モンキーサイクル的事件簿。おお、パラッパパッパーンって言ったらね、ですけど、これね、書いていただいてるのがつぐみさんとゆきおさんで1個かぶってるんですよね、うん、茨城音楽祭事件話していただいてよろしいですか。これはもう事件ね、うん、これね、もう事前にね、腰痛やったの。それぎっくり腰みたいなやつ、うん、で、はい、ほとんど動かれへん、うん、1週間ぐらい、でも、こんな感じで行って、もうライブ前も、もう立ってられへんわ、はい、で、まあ、ライブはできた、うん、ライブ終わってからまた立ってられへん、うん、その時すごい夏やって、はいはい、すっごい暑かって、うん、デカ君が、泥酔しましてね、おらんようになったんですよ。そうそう、見に来てくれてて、サービスどこにもおらんやってな、午前中の仕事やって、うんうん、で、そこから来て、うん、で、何パーセント ?9% じゃあ、缶チューハイを、うまいうまいってグビグビ飲んだら、すげえ暑い夏の日にグビグビ飲んでて、で、ライブの時もな、なんか変な踊り方しだしてだいぶやばいなと。そうそう、気づいたらおらへんなって、うん、おれへんおれへんと、みんなで探して、うん、見つかれへん、うん、まあ、Facebook に謎の地下からの地下駐車場の写真が投稿されてて、地下駐車場におったよな。な、謎に謎に何をしてたんですかね。何してた、なんかね、ダンジョン的な。あ、こっち行ってみたらどうだろう。T シャツ真っ黒やったよ、背中。出てたんだな。すごい汚れてたよ。でもなんか捜索部隊みたいな感じで、みんなで、みんなで探し、なんか探しに行ったよね、お父さん。電話して。電話には出ないけど、Facebook は出てる。そう、投稿されてる。地下駐車場の写真が、それは怖い、めっちゃ怒られてな、茨城駅まで帰り道で、俺たまたま、ベビーカー子供連れの人がおったから、ベビーカーを押して帰ったという腰痛いな、その横でずっとお父さんに説教されて並走して茨城駅、なんかもうこうやって持たれとったよ、手持たれとった、マスクもされとった、懐かしいですね、うん、この年で説教されるまあまあの距離あるからね、話、うん、駅まで、うん、
茨城の、うん、市役所から市役所からじゃないのかな。でもね、なんか変なとこ行ってなくて、まあまあでも無事ね、見つかってよかったですね。え、その見つけた時の反応はどういう感じなんですか？なんかめっちゃヘラヘラ笑ってそう、あんな感じでずっと笑ってたそれがまたお父さんめちゃ向かってた、まあ、確かね、みんな心配してそう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 、いやでもあれ30分ぐらい探した、そんななかなか、なかなかの、うん、ライブどころじゃライブな、終わって終わって、帰ろか、言うたら最後バニーさんにキレられておったの。バニーさんにも、なんか電車乗ってて、まだ降りた時にバニーさんまで飲みましょうよって言ったら、帰ってとか帰ってあの帰ってって言われて、バニーさんが気に入ってたの全員で探したもん。へすいませんでしたあ、その時はすいませんもなく、なんかもうずっと笑ってたこっちだあ、面白いこれがあのお二人の回答の、うん、え、違うかぶりでした。あのね、チモリーさんとはね、え、それ以上の事件あるじゃあ、しぼりさんのちょっと読んでみましょう。つぐみステージに上がろうとした客を蹴り飛ばしあったあったありましたあっ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 た、えやるやるやるやんあれはかっこよかったね、上がろうとしたマジで事件というか、まあ、よかった。あれはもうあったな、あったかっこよと思ってこれを持ってなったえ、それはどこだとかは覚えてる？結構な高さ、そう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 、なんかそうそうそう、ちょっとなんか、なあいい感じで寄ってはんなみたいな、寄ってはったんかな、寄ってたかどうかわからんけど、まあ、でも盛り上がってくれた、わーって盛り上がって、なんかこうぐわーってこうステージ上がってきて、こう一緒にこうなんかこんなことしようって向かっていったら思いっきり蹴り入れる、めっちゃローキックめっちゃローキック入れて携帯バーって落として携帯をバーってやって後から聞くよね、ローキックはねじわ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 、なんかとっさの判断やしたんやけどどうなんやろ、あーさあ動き見たら自分がやりたいと思ったんかな、ね、あーどうしたらいいの、ああいうと、いやわかんない、でも懲りてなかったよな、なんかその後なんか俺のとこ来てなんかコーラスとかしに来たからなんか気の済むまで歌わせたら帰っていったけどでもその時にわーって乱入してきた時になんか携帯落としたみたいな、うん、で俺見えてないから、うん、なんか落ちてるわと思って俺それバーンと思いっきり蹴飛ばしたら、うん、あの石こうやってやるみたいに携帯がキューって飛んでいったよ。でそれを回転でキューって携帯が飛んでいったよ。ほんまにものすごかったなあれ。あ、なんか携帯やったのかなと思って。まあ悪いことしたら邪魔やから。そう、まあ危ないから。バーンってやったらシュ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 って飛んでいって。すげえマン。それをずっと探してるその人が。俺が正解。事件あったでももうまあまあもう最初で、もう序盤序盤序盤、そうそうそう、最後やったらちょっとちゃうかな、もう序盤も序盤、うん、1曲目とかじゃん、それもうあのテーマじゃんかな、もうすごかったの極端な話テーマというかただ始まりでそうそうそう本編じゃん、まあ1曲目やけどオープニングキラにしたらそこなんかオープニングでわーってなってなってたな、そう、事件、うわ、いや、めっちゃありますやん、ないとか、あったね、あるあるある、よく覚えてた、見えてた、見えてた、一部始終、一部始終の後ろからやっとんな、みたいな、やっとんな、みたいな、それはなんかのビデオとか残ってないのかな、前やな、やばいな、めっちゃ蹴ってもうたわ、でも蹴ったけど喋りに来てるっていう、
めちゃめちゃきついだろ、懲りてなかった盛り上げてもらってね。そうだね、まあまあ、ね、ありがたい、うん、盛り上がるの早かったけど早すぎたけどね。ちょっともうちょっと最後の曲ですとか言うんだろう。色々ありますね。ゆきおさんがちょっと助けていただいて、あ、そうなん、年末ワンマン全員体調悪い時期去年激悪でした激悪だよ。もうチモリがもうぎっくり腰ね。確かに、あ、みんななんか風邪っぽい、あ、俺も鼻口についてもうすごかったな。何の日ぐらいもちょっとできへんのちゃうかなって。今体調悪くてもうチモリさん歩けてないの。え、前なぎっくり腰、うん、もうこっから降りられへんねん。終わったらもう衝撃が来ると思う。あ、そうそう。でもライブはやった。やりました。すごいな。やったけどあれも正月も寝込んでたもん。じゃん。まあ、だいぶだった。そうなんだ。あ、いやいや、ごめんなさい。気を使って。あれ去年。去年の年末、うん、あ、そうなんですね。全員体調悪い。全体調悪い。最高がちょっと。うまい。意識せえへんかったよ。だけに、あと個人的にはこれが一番なんかめっちゃ聞きたかったんですけど、すごい和歌山パンク辞典あっとすごい、これでしょ、こちもさん、それは事件や。和歌山ライブしに行ったのよ、ね、うん、で、電車組と車組分かれてて、うん、電車組やった、うん、で、電車が止まってて、うん、和歌山行きの、うん、なんだっけ、サザン、うん、なんか事故、事故、あ、違う、事故じゃん、なんか列車で暴れてる人がおるとか言って、そう暴れてる人がおるから止まってる。あんなことある？それはね、暴れてる人もなんか暴れる、うん、あれで止まっとると、電車が。で、俺とチモリね、車で行って、チモリ号で行ってて、で、それ俺が見てたんですよ、女性が、うわ、なんか電車止まってるらしいやん、やばいなって。これが我々車で、まあ、順調にね、高速乗り損ねたぐらいで、下道ひたすら走っとってる、なんか全然高速の乗り方、乗り口がなかなかなく、もうひたすら下走ってて、でも余裕、まあ全然時間的に余裕、大人だそう、もう早め早め早めの行動だよ、そろそろ引っ越して、引っ越して、そう、ほんでもう電車止まっとるらしいで、どうすんねやろな、もうギリギリ着いたらええな言うててな、俺らも余裕やなぁ、余裕、高速乗りました、もう余裕やなぁ、岸和田インターでちょっと休むかぁ、でも余裕やな、どうする、もう飯食う、さらにもう和歌山次からラーメン食うか、もうどうするみたいな、もう余裕かましまくってて、まあでもまあ和歌山次からラーメン食べようかぁ言うて車戻ったんや、なんかパンクしてる車あるわ思って、俺通り過ぎたんや、こっちもしたら、チモリさんパンクしてるってなってな、後ろのタイヤがね30秒ぐらい固まってた、うん、固まってた全員、あ、まあね、うん、現実を受け入れられないえ、もうペッチャンコペッチャンコよ、そこまでペッチャンコになるっていうの通り過ぎたんやから一回、うん、違うと、チモリの車じゃないと、ほんで、そっからやんな、直すよ、そう言って、うん、ほんで、もうなんや、ジャッキー、なんなの、出してきて、ジャッキーのなんか回すやつがなかった、回すやつがない、回す棒がなかったんですよ、ほんで、まだスペアタイヤも取られへんってな、最初、もう、つらおちらやって、なんとか取ったら、このジャッキーアップする、回転する棒がない、で、あの、サービスエリアの発送スターの人に聞きに行ったりとかしてな、いろいろしてたけど、チモリさんももう、ドライバー差し込んで無理やりジャッキで車上げて、す
タイヤ外して、ってもなんとかなって。何分かかったの？あれ1時間ぐらいかかったな。余裕だった。余裕あんなに余裕だったの。あでもね逆に余裕があって良かったですね。そうやそうやそうや。やしなんかそのサービスエリアっていうだけで走ってる途中にいたからね。そう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 。朝疲れた。びっくりしたな。全然ほんまや。見事に直しまして。すごい。すごいね。すごい。すごい大切ですね、そうそうそう、時間に学びました痛感しました、ね、ほんでもう、そっからもうライブハウスの横に駐車場があるそこ止めて、外出るたびに確認用紙タイヤ用紙タイヤばっかりタイヤ用紙タイヤの確認忘れずいや、そんなのありません結局それ、なんか刺さってたんですかなんか刺さってたなんもなかったな、タイヤに。ほんでまあそれでライブも無事終わって、帰り、今思い出したの帰り、高速乗ったらガソリンが座ってガソリン、ガソリンもうあんまない、入れんの忘れたって言い出して、あまあもうサービスエリアで入れたらええやん、でも腹が減ったな言って。昨日からサービスエリアと若いのが入ってすぐのところ飯食って、ゆっくりしてガソリン入れて帰ろうか言うからガソリンスタンドしまっとってこれね、やまないサービスエリアのガソリンスタンド9時までやって10時やったっけ10時までやって行った時空いとった行った時空いとって飯食って出てきたらしまっとってそういうとこやっぱ開けてると思うもんねそうやね、ほんでやばいなってなもう2メモリくらいしかないで岸和田インターにあるはずやない岸和田まで走ってなちゃんと入りましたね無事帰りましたすごい一日やなすごかったなたまたですよたまたまあんなに余裕あったのかかかかかかかそれもめちゃめちゃ疲れたなライブには間に合った間に合った間に合った3時半からリハやってんけど3時半に着いたもんすごいちょうど着いたちょうど3時半すごい本来なんか他のトラブルで全然リハ始まってなかった全然余裕があってなんでそれは良かったちょうどちょうどすごいなちゃんと長寿リハはすごい大人の行動がねそうですねいや、このまま早めてるからギリギリですわ、もういつも意外と聞いてみるといろいろありますねそうやな、覚えてたないや、あるんですよ、忘れてるせいか多分もっとあんねやろあるんでしょ忘れてんのすまないすぐ忘れるすぐ忘れるか確かに、私忘れたもんはい、どうでしょうタクタクで会った時に、できたんですあ、音鳴らん事件とタクタクでほんまほんまリハもちゃんとなっててほんまバーンって客席降りてジャーンって言ってたら急に音鳴らんようになってでも何やってもならへんからもうええわもうギターなしでやるわ言ってギターなしでやり始めてもうだからもう後半ギターなしでやろう思ったらちょっとなんか直してまあ、なるようになった結局そのそっちのアンプとかそういうなんかよう、いいね、分からへんね、家帰って音鳴りよんで、ね、まだ誰も貸してくれへんから誰もしてへんから、あれはショックやったな多分撃たれるから嫌やった嫌やったんだいや、普通なんかねそうそうそうすぐなんか持ってきてくれるやろ誰も持ってきてくれへんかったでもうエヴァのギターなしでやりますと思ってまあ、やるつもりやったらいいすごいね、そう持ってきてくれたりとか言うのせや、あったな、すごい思い出した忘れとったすごいね、東京で結構来たね、なかなか結構どうしたの、今、こっちやってたのかやってたまあ、やるつもりやったよ通常運転通常運転面白い話出てきますんで前な思い出してくる本やなじゃあちょっとね
次のアンケートに行きますね。次のアンケートに。ね、メンバーにこの際だから言いたい、または聞きたいことを書いてください。アンケートしたんですよ。じゃあ、そう、まずゆきおさんと言いますね。はい、見とない話だね、これ。ゆきおさんからつぐみさんへ。これ何でしょう。ナンバーアイの曲はどうなん正直どうなの、これどうなんすか。いや、稲妻はめっちゃ好き。ああ。新しいやつやな。うん。なんかちょっとラップは、まあ、どうなんかなっていう、ちょっとあのキング&プリンスっていうグループがあって、そこから抜けてハニーでナンバーアイを。そういうことで、曲があのキンプリと全然違うから、これどうなんやろ。なんか確かになんかちょっとテレビでちらっと、あ、こんなラップみたいなやつラップみたいなやつやけど、これ果たしてどうなんですかっていう。でも最初、うわぁ、ラップかって思ってんけど、やっぱ聴いてるうちに、ええー、なっていう。ええー、入ってきたよ。入ってきた。やっぱそのラップだけじゃなく、そのなんか、音楽、なんていうの、リズムが、こういろいろその一曲の中にめっちゃあって、変わる。踊れんなっていう。ダンスミュージックと。そう、うん、でなんかちゃんと歌ってほしいみたいなファンからの要望はあるけど、それはあのアルバムの中で、アルバムで、あのキュンキュンソングみたいな。そう、キュン、まあバラードみたいな。キュンキュンソングやった、あのキンプリな、そういう感じではない、バラード、バラードやけど、でもまあもう推しやから、やっぱその本人たちがやりたいことをあの応援していくっていうのがやっぱ幸せにつながる感じかなっていう。推しの鏡やね。私は今稲妻ってめっちゃ話あるよ。稲妻っていうのがめっちゃ良くて、その前に出たそのあのボンボンっていうのもなんかよく聞こえてきて、ほなその前のゴー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 も、あ、ええやんみたいな。いや、でも岸君のラップのとこもええの。いいねん。あ、ええやん。なんかこう中毒性が出てくるっていう、まあ、これ推しにしか分からんもんかね。かもしれんっていう感じですかね。わかりました、ありがとうございます。私はこのナンバーアイからもあの分からなかったんですけど、今聞いてちょっと分かりました。分かった。何を聞いとんねんって話。すいません。いえいえ。あとじゃあ、ゆきおさんから千森さんへ引っ越し後の暮らしについて。そうですか。だいぶね、片付いた。だいぶ片付いた。ああ、よかった。何が暮らしかいうことない。ええ感じ。ええ感じに慣れてきた。そうですね。もちろんいきなり引っ越ししていきなりあの洗濯機の洗濯槽の掃除とかしてる。解体したんや。解体して、解体して。めちゃめちゃ綺麗になってるから。ああ、すごかったな。確かにね、裏とかなんかちょっと気になる時はある。めちゃめちゃ綺麗やと。へえ。俺もびっくりしました。え、俺もびっくりした。写真見た。写真見た。何でしてなんだろう。私も見た。いや、すごい異様な人見たなって。そうそう、ちょっと見てください。できます、やろう思います。洗濯槽、洗濯機分解とかで、洗濯槽、洗濯機分解できるんやと思って、うん、やったことありますかって聞かれて、ないやったらこないなりますって言う。分解できるとか思わへんし、洗濯槽がボコッと外してね、めっちゃ汚れててな、それをスポンジで洗って、頭戻してそれやんねんと片付けろやん。そう、片付ける前にそうしてたから、それもびっくりして、それが気になった。片付けができない。なるほど。あ、まずそれやったよ。まずあ、そうか、そう、片付ける前にこうやってバラせんかったらもう捨てよう、捨てよう。さすがやな。素晴らしいですね。まあ、しっかり片付け、あ、よかった、書いておきます。よかったです。
何え、そこあ言ったリバプールに来ました。なるほど、リバプールからリバプール、グラスゴーからリバプール、グラスゴーからリバプール、どこやねん全然分からない一全然知らんと言ってるからよかったです。何を言います。じゃあ千森さんのメンバーへの一言を読みますけど、これね結構ちょっとあれなんですけど、千森さんから幸男さんへと、はい、読めました。モンキー声かけコーナーで異常に長く気絶するの怖いです。あー、はいはい、なんで最後ね、これは俺あのコールミーのところ、コールミーの、あの気絶コーナーで、はいはいはい、長く気絶されてるみたいで、それが怖い。あ、短い時と長い時、あのこれ怖くない？怖くない？なんかめっちゃ私似合ってきた。2、3分やってときゃ。あのあんなん、これはあの怖くないやん。いやいや、まあまあまあ好きにやったらめっちゃ強いなメンタル。これは結構できるから、もうなんか怖くてあれが短い時と長い時があって。あ、いや、まあ私すごい現実的やん。あ、そんな2、3分時あるな。最近多い子だ。めっちゃ長い時、あのなんか知らん人がいっぱいおる時って長くやったと思う。はい、どうすんのやろうと思って。あのいやいや、それを知ってる人はまあほら、モンキーで言ってくれたりするから、もうすぐバッと起きたりするんだけど、こういうのを知らん人が多そうな時は、わざとちょっと長めに気絶して、どうすんのかなっていうのをちょっと。あ、見たい。うん、千森さんが震えてるから後ろで後ろで、いやそれ知らんかった、それはごめん、知らんかったからなあ、知らんかったほどほどにします。すんませんそんなに震えてたとか全体の状況見たのなんかざわざわしてくれてたこれどうせよみたいな、どんなやろ、いやなんかどうせよみたいなこと言ってる人がおったら、うわ、おもろいなこの辺どうなのかなと思って。すごいわ。でも千森さんはあの震えてる、震えてプルプルしてる、すいません短めでやります。5分くらいやったのかな、逆に言いますよ。千森さんが慌てる、ちょんちゃんがほんまに気づいてるのかなと思ってるのかな。救急車とか呼ばれてるから、おもろいな、怒られるだけ、ライブ中に気絶してる人がいます。確かに長い気で、ね、まあでも確かに待ってる方もちょっとね、それどうすんねやろうと思って、ね、その間どうすんねと思ってたんよ。すみませんでした、あんまりまさかジモリさんが震えてると思わなかった。人知れず、わかりました、これからもほどほどに。じゃあ千森さんからね、いろいろあるじゃないですか。うまやな。千森さんからつぐみさんへ、自己紹介、いや自己紹介コーナーであんまり受けるのやめてもらっていいですか。チームプレイなんだから。苦情です。で受けへんようにしてる。え7割ぐらいにしてるつもりやねんけど。抑えてるよ。抑えてる。言ってもな、いつもちもり受けたらあかんねん、私っていう。ちょっと控えよ、なんか。それはもう、頭にめっちゃ入れながら。一人やったらいいですよ。やってねんけど。正解やってもらって。やってねんけど、やっぱ受けちゃう。後のものを考える。受けちゃったしかない。ええやん、それは。申し訳ない。押されてくれてる。いや、でもそれは考えながら一応やってるから。つもりより受けたらあかんの。チームプレイやから。チームプレイ。チーム。あれですよね。お互いに
そのネタこう次はこれやるこんなんやるべっていうのはもう大小大小なんです本番本番やな全く何の何の感じもないよねえじゃあ自分やん出てるやんそうやね。手形が足りひんの。怖っ。お師匠みたいな。そうだよ。抜けてるやん。足らんが。足らんのか。まだ震えるから。まだまだ。とんでもない。いっぱい飲むの。すみません。あんまり気にしない。抜けてるやん。確かにね、最近ね、つむりさんのコーナーは割といやもう、ね、大人気ですから、ね、でもお母さんのダメ出しがいつもえ怖いよな、それも震えてんやろお母さんの評価が一番気になる今日は声出てへんかったら、ね、お母さんに言われてここまで来たから。そうだ、これ出てたわ。初期からそうそう。見てくれてる、見てきてくれてるから。初期の頃からね。そうそうありがたいです。ありがとうございます。恥ずかしがったらあかんねえって言ってた。恥ずかしがってるで、今日は。照れがあるわ、また。あかんねえ。めっちゃ、すごいな、めっちゃ言われてんな。初期の頃、よう言われたからね。恥ずかしがってたあかんと。そう。今日良かったねって言ってな。お母さんに褒められましたわ言って。喜んでた。嬉しくてそれ。そんだけもう本当に自由してる。涙しを超えて。そんなことがあったんだあの歌に。あのコーナー大変やな。まあね。いや大変やん。相手にしたのがなかったあ、そっか、そもそもなかったのなかったの あったのいや、あったのだよ、イエーイっていうぐらいパンなのねそうで、その後に、何回もチムリがドラム叩かなかんやつになってはいもうええわっていうパターンあーそれ懐かしいな、そうなのかなそれやったやんそれは、あれ何やったのあれは、全然受けへんかもしれんけどやったんやそういう受けるとかじゃないから。じゃあ次やっとこか。ああ、そうなの。いやそもそも。そういうパターンもあって。ダダじゃーん。そうや。なんかそうしたらさ。いいわ。ちょっとあんまり記憶。大きな声を出すみたいな。なんかイエーイっていうだけの時があったな。最初の頃な。そう。最初は。そう。そこから派生していって。シェーンとかやりだすか今日何してんのと思ってシェーンって何だから全力でなんかこんなに説明してもらってへんからさどういう感じのコーナーやでいや見たら分かるよ何回も見てるよやっぱなんかアピールせなあかんのかなみたいなずっと見てた自分を自分をアピールするシェーとかそれ経て、経て今やそうですねいやでもほんまメンバーに恵まれてますよねいやだってそんなこんなんいらないってねクールにやりたいねみたいな人いるじゃないですか中にはねクールにやりたいじゃん本番はやってくれなくてよな、どういうわけだよ全然クールにやってくれてもおかしいやん、2枚目路線でやってもらって2枚目路線だとおかしいやんタネナとかやってるタネナの後になねえ、タネナできるわけだよタネダ分からんやつ多すぎるわって、タネダあかんやろと思ってるやんな。タネダが頑張るよな。タネダのせいやろ、いけへん。うん、せやね。もうちょっと頑張ってほしいね、タネダさんね。もう頑張ってほしい。
その海さんからゆきおさんへ、はい、一番よく行くスーパーはどこですか。これはもうどこかなんですけど、スーパー事情がもう、これはでもうちの近所にあるスーパー丸安。もう私はもうスーパー丸安が近所なかったら暮らしていけないんですよ。素晴らしい品揃え。もういや、あのね、品揃えっていうのは、ま、安い、まずうん、で、なんかそれ、あの容器あるわけじゃない、ね、あの種類が。ただ、惣菜がうまい。へぇ、そこですか、スーパーで、安い惣菜のうまさ。カツ丼398円。カツ丼美味しい。うまい。へぇ、これまた、だしめっちゃ効いてて、マジで肉もちゃんとしてんの。ちゃんとしてる、ちゃんとしてる、ちゃんと肉や。まあまあ、確かになんかもうね、ペラペラハンバーガーなみたいな感じ。まあ、そう、ちゃんとちょっと分厚いね。逆に上がってるのがちょっと気になるから一回かじって見てみる。上がってる。蓋はちょっと怖いんで、ちょっと一回かじって一回見るけど、なんか上がっとる上がっとるんで。そうそうそう。ぜひ丸安さん。え、2位はどこ？丸安がもし滋賀のちょっと安になったら難しい。丸安ばっかり言ってるからな。2位ね。2位、一番真剣。2位やね。まあ、でも結構行数好きね。行数はどういうところ。あの冷凍のハンバーグが好き。カチカチなの、人殺しそうなぐらい110円ぐらい。カッチカチやね。ほんで、何やったかな、あれ、湯煎で、はあ、なぜやったんだ、17分温めてくれたかな。なんで17分だよ。なんか中途半端な時間温めてくれじゃないか。21分やったかな、なんかそんなんやった。分からへんね。なんか中途半端、そうやね、中途半端な時間を温めなあかんねんけども。あ、それはじゃあ、まあ、開けたら、開けたらもう、あの、そうそうそう、いろんなソースもいろんな種類あって。冷凍の状態ではもう完全に撲殺できるぐらい硬い。ソースは別で買う。あのソースも一緒だった。一体型でカチカチのブルーンと叩いたらもう絶対殺せるぐらいのカチカチのデミグラスやったり、あのキノコソースやったり、いろいろある。あれね、ぜひおすすめですよ。うまいっすよ。両スープ。はい。ぜひ。の近所にある。なんか緑の看板のやつですか。そうそう、緑の看板。そうそう。なんか一軒だけの。ある？あのツイッターで見たことあります。あるある。ツイッターあるある。なんでそこまで知ってるんですか。千両家庭。千両家庭。千両家庭。その前は通って、なんかちょっと買いましたけど。産業道路とかね。そうですよ。なんでそこまで知ってる。すごい。他店舗もちょっとね、運転してるのかな。チラシ入っとったもん。なんとか店オープンのためセールとか言われやんか。協賛セールとか言う。確かに安かったような。そうだ、安い。安くて美味しい。うまい、うまいっす。勉強になります。ということで、ちごりさんへ、あの、つぐみさんからちごりさんへ質問、じゃあ行ってみましょう。私にムカついたことありますか？さっき。そやで。ムカついてんなと思って。まあまあムカついてる。なんでや。え、でもモンキーからないわ。やっぱチモリーの方がめちゃあるよ。私の方がないや。はい。初期メンバーやから。いや、それはまあ、やっぱり歴史がある。歴史がある。歴史ある。それはしかない。愛はな。私が入った時に、あのなんかまあ、歓迎会やろうや、みたいな、なったけど、で、俺の時なかった。言ってたよ。それは、愛に持ってます。そう、だから、
それ言うてたな、そういうの。芸書いてた、何みたいな。俺やってませんやん。どっちもでも入ったらもうすぐライブ決まってすぐね。もうなんか、もうすごい。あ、入ってすぐに。もうちょっとやってくれへんって言って、二十何曲。入れた CD 家に送って、これこんなのあんねんって送って、でスタジオ入って、一回練習した後かな、もう次のライブから叩いてくれへんって、もうね、そっからやから。ドラム買ったんやから。出た。はい、出ました。はい、出ました。出た、出た。出た本日のドラムカンサーセス。本日のドラムカンサーセス。何も言ってないでも
やるとかないもんな。ない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 。あ、でもまあそれぞれがそれぞれにもちょっと食ってくる、食ってくるというかちょっと考えてくる。なんか、まあ、ないな。確かに。まあね、その事前に一応ねやっちゃったらちょっとね、その面白さ半減しますからね。なんで、じゃあ面白い。還元することはやった今のところ。面白いですね。なんか聞いてみるもんですね。いい質問しました。ということで、まあ、じゃあちょっと休憩を入れて、はい、その後にもあの休憩後にライブをやっていただきたいと思います。はい、ということで後半もお楽しみ。